ちゃん、こんにちは。さあ、豊さん、はい、まあ、今年 FA 取得する選手たち動向が気になるという動画を以前アップしましたが、気になるな。気になりますよね。気になりますが、もういち早く残留というふうに、コメントした選手がいらっしゃいます、はい、オリックスの若月選手がオリックスにそのまま自分は残りますと、はい、おめでとう発表しました。おめでとうというかね、まあ、よかったね。嬉しいですよね。まあ、本当に時間かけずでね、はい、育ててもらったところに残留するという、恩があるという。まあまあそうだね、はい、だから、まあ、若月なんかは手を挙げたら、うん、数球団接触したいって思ってる球団もいたはずなんだけども、はい、だけどスッとね決まってね、よかったな。そうですね。で、豊さんも以前のその FA の動画で、そうだね、若月選手残るんじゃないっていうふうにおっしゃった。まあそうだね、はい、見事。それでこの前エスコン行った時にオリックス戦で、はい、若月いたから、はい、どうすんだって言ったら、はい、もう残りますみたいな、残る方向でみたいな言ってたから、その時も、はい、いや、やっぱこの球団好きだしって、チームが好きだしみたいなことは言ってたから、はい、だからよかったなと思って。よかったですね、うん、やっと話せたよ。あ、ようやくだったんですね。いや、それはさ、なんかこう外に出せないような話じゃない。まあ、いくらね、あの YouTube といえども、やっぱり本人のことがあるので。そうですよね、はいはい、まあ、だからここで頑張りますっていうふうには言ってたけどね。まあね、森選手が今年から入ってきて、はい、ダブルキャッチャーで捕手でどうなるかっていう風にね、ファンの方も気をもんでたとは思うんですけれども、やっぱりそこら辺は中嶋監督だったりコーチ陣とかの自分に対する信頼度とか、まあ、そうだね、うん、だからまあ監督もそうだし、福良 GM、はい、やったよね。ね、いや本当にやっぱそういう誠意を感じたんだろうね、若月がね。だらだらだら長いよりは、はい、やっぱこうやってスパッとね、決めたという、まあお金云々じゃなくて、うん、人を選んだというね、はい、まあ、美しい残留かなっていうふうには思うけどね。そうですよね、まあ、オリックスファンの方ももう一安心してると思うよ。だと思いますよね、本当ね、はい。でやっぱり他の FA の選手たちも気になるところなんですが、はい、あと豊さん情報は、まあ、加藤と話をしたの。日本ハムの加藤投手、はい、お前どうするんだって、はあ、言えませんよって。そりゃそうやんな。いや、まあ、そんなことはないけども、はい、まあ、いろんな、まあ、球団の名前を出しつつ、豊、うん、さんどうですかっていうことを聞かれてね、はい、利点もあるしマイナス面もあるよみたいな、うん、まあ、そういうことをこう言っていったんだけど、うん、でも基本は残る方向でちょっと考えたいという、うん、はい、基本はね、基本線は、うん、はい、ただやっぱこう金銭の折り合いがつくものか、うん、他球団とのその金銭的なものすごい開きがあったら、うん、それはもうしょうがないじゃない、うん、そうですね、うん、だからそういう意味では基本線は残ろうと思ってるけども、うん、まだ時間があるんでゆっくり考えますって、うん、そっか、いいですね。でも権利なのでそれは聞くっていうのはいいですね。まあまあそうだね、うんうん、だからまあどちらかというと東日本の方かな。はははは、はい、感じはね。なるほどね、話したら感じは、うん、だから、まあ、東日本というのは北海道からね。あ、そうですね、北海道から、まあ、そのどこまでですかね、まあ、関東平野みたいな。そうですね、静岡あたりまで。まあまあそうですね、静岡球団ないからな。はい、ないもんね。あ、なるほど、なんかそんな感じがするよ。あ、まあそっかそっか、まあ、でも加藤投手は欲しいっていう球団ね、他にたくさんいるので、一斉にね、多分あの交渉しにはいくとは思いますよ ね、まあ、ね、交渉でも話さないのもわからない、一方的に聞いて、あ、わかりましたみたいな、そういうタイプだ。あ、そうなんですか。まああんまり口数は多くない。でも俺とはなんか、うん、まあ、縁あって喋ってくれるけど、はい、だけどそのだってオールスター選ばれた時に、うん、誰と対戦したいですかって言った質問に対して、はい、いや誰とも対戦したくないって、できれば対戦したくないみたいな。シャイなんですか。いやだからもうシャイなんだよ。うん、だからもうそのぐらいこう謙虚なっていうか、はい、まあ、そういう人なんで、うん、まあ、どういう決着をするかどうかわからないけども、はい、やっぱり日本ハムの方とすれば噂がポスティングでメジャーにね挑戦するっていう噂も出てるし、はい、2枚看板右左のエースが2枚いなくなるっていうのは、うん、相当きついだろうから、はい、噂がポスティングうまくいってそのお金で加藤を残せるような形だといいなと思うけどね。そうですよね、やっぱり、まあ、日本ハムファンとしてはね、やっぱりいてほしいっていうのは開幕投手だけどな、うん、そうなんです、今年のな、まあ、エスコンの初めて投げたピッチャーだから。そうですね、これ殺し文句になるな。あの日本ハム側のですよね。そう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 。
確かに。いやだからそうだな、まあそういうことから考えるとまあ残りそうな気もするし、うん、話は聞いてね、はい、まあ、そこから心が動くかなっていうような、うん、そういう順序かなっていうふうには思う。ああ、なるほど。外に出るって決めてるわけではない。あ、ないんですね、うん、ちょっとねファンはやっぱりその分はちょっとホッとしたとは思う、まあ、そうだね、話を聞いて、はい、あとやっぱり FA でどうするんだっていうのは山川穂高選手、西武の、お、まあ、あのこの以前やっと名前は出たのかな。ようやくですね、あの、はいはい、コメント欄でもね山川選手の話をっていうのは、まあ、見てはいたんですけど、ね、まあ、よかったな、不起訴でな、はい、まずそこはそうなんですけど、ね、不起訴にならなくてな、はい、でまあこれからそれがどうなるかっていうのもちょっとまだわからないんですけれども、ちょ野球界の中だけの話になると球団側は無期限の出場停止処分ということになり、でも山川選手はそんな中で、まあ、自分は野球をやっていくっていうふうに非常に反省して、俺は違う奉仕という意味で、うん、他の団体に何とか寄付するとか、うん、その運動活動を応援するとか、うん、そういうふうなことをまず最初にやった方がいいと思う。うん、そのボランティアではないボランティアとか、うん、お金があるんだったら寄付だとか、うん、野球はあなたの仕事だから、うん、それはファンがいて勝手にあなたのホームランに夢を乗せるだけの話で、うん、あなたが打ったからってこれから喜んでくれる人がいるかいないか別問題だよ、うん、これだけの社会問題になったわけだから、だからそれよりはやっぱりそういうところに活動の拠点を置きながら野球をする、うんうん、心が痛んだろうと思うから山川も、うん、だからそういうところの気持ちも分かるだろうし、だからそういう困ってる人を助けながら、この人たちが山川を応援するようになったら初めてファンが俺は応援すると思うんだよ、うん、だからその順序、野球をやるとかやらないの問題じゃないよ、うん、と俺は思うけどね、うん、まず初めにやることはっていうこと、そうそうそう、だからそれで FA をするしないっていうのは、うん、それもまた別問題なんだけど、やっぱ働き場所っていうのは確保しなきゃいけないから、うん、それはどっか取ってくる球団があればね、はい、それは移籍してもいいし、うん、まあ、政府が残してくれるって言ったら、うん、それは迷惑をかけた分だけ、はい、FA を捨てて置いてもらうというしかないと思うしね、はい、だからそこら辺はやっぱこうまだまだ厳しいよね。そうですよね、うん、もしかするとその山川選手は西武に非常に迷惑をかけたと、ファンにも西武の選手、うん、球団にも、だから西武にやっぱり残ってきちんとその今年できなかった分できればまた来年西武でやりたいっていう気持ちなのかなっていうふうにも思ったんですけど、でも西武側がどうするかってことは分かるんですけどね。だから不起訴になった時点で立証されなかったということで、うん、はい、まあ、それはそれでもいい、うん、構わない。だけど西武側がね、はい、どうするのか、そ、ね、それによっての判断だと思うよ。そうですね、 FA 取ったから FA 宣言します、出ていきます、じゃあさ、うん、これは人としてどうなのかなと思う部分もあるしね。そうですね、だから、まあ、そこら辺はすごく慎重にね、うん、やってほしいし、一番いいのは西武に山川しいところを作って子供たちとか呼んでね、うん、そうやって夢を見せてあげたり触れ合いを持って、うん、その人たちからだよ、うん、応援されて初めて周りが応援してくれるという、うん、まあ、そういう方がいいのかなっていうふうには俺は思うけどね。そうですね、うん、まあ、そこまでできるかどうかね、うんうん、まあね、今後のこのいろいろな去就だったりとかそういうのも注目されるとは思うんですけれどもね、うん、あと今シーズン FA 取得している選手の中で特に何かコメント出したり発表したりした選手っていうのはまだ出てきてないですよね。他にはまだ出ないだろう。ね、まだやっぱり順位が決まってないし、うん、まだ優勝も決まってないところで、はい、浮かれたような話は絶対出さないよ。そうですよね。それは聞いたら現段階の話の方を聞いてくれるかもわからないけど、うん、自分から言うっていうことはないよね。ですよね。でもその中で若月選手がいち早く残りますっていうふうに言ったっていうのはすごいことですね。いや、それはもう GM との接触したりだとか、うん、監督と接触してやっぱ話し合いが成立したんだよ。ですね、素直にそういうことなんですね。だから本当に若月っていうのは、うん、最初な出た時なんか真ん中のボールを空振りするようなバットは当たんないじゃないっていうような選手から、はい、だん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 努力して、うん、今はもうバッティングでも貢献できるような、うん、まあ、そういう選手になってるし、はい、すごく伸びしろが分かるしね、うん、それとやっぱりキャッチャーとの信頼関係っていうのもすごく伝わってくるし、うん、
本当にいいキャッチャーになったなっていうふうに思うしね、うん、だからそうだね、良かったね、良かったですよね、うん、本当に1回戦他チームから同じポジションの例えばキャッチャーだったらキャッチャーが入ってくるとやっぱり自分の、ね、立ち位置が危うくなって FA でどっか移籍先見つけるっていう選手ももちろんいる中でやっぱり残ったっていうのはね、もう中島監督の使い方のうまさと、うん、やっぱ GM のサポートじゃない、そこが大きかったんですね、うん、と思う。プラスやっぱ本当にいいチームっていうことなんです、ね、まあ、いいチームになったよな、うん、まあ、今見てもそう思いますよね、うん、でやっぱりこうピッチャーがすごいピッチャーがすごいって言われるけど、はい、あの若月が止めるからすごいんだからね、うん、あのストッピングの技術なんか、はい、オールスターの時に佐々木朗希と組んだ時にね、はい、全部止めたからね、あいつはすごい。オリックスに移籍しちゃうんじゃないかと佐々木朗希は思うぐらい、はい、ピタピタこう体で止めてたから、反応で頼もしいですね。いやそれはね、そのぐらいのレベルのピッチャーを受けてるから、あ、オリックスで、でだからできるのか、いやだからすごく成長してるよね。そうですね、いやまあね、本当に今年の FA すごく注目されますし、はい、この動画でも追っていきますし、もしまたね、なんか FA の動きとかなんかコメントが選手から出てきたらその都度また動画で出していきましょう。まあそうだね、はい、はい。